試合開始まで30分を切りました。今日も早くから神宮球場に来ていただいたスワローズファン皆さん、こんにちは。早くからご来場ありがとうございます。ワークの神宮ステディアム、スワローズスタジアム DJ パトリック Q です。そして登場していただきましょう、東京ヤクルトスワローズマスコットつば九郎。大好きな曲がかかっててご機嫌つば九郎、今日もよろしくお願いします。さあ、昨日の勝利ゲームダイジェストをご覧いただきましたけども、休場日でベンチスタートの青木選手、12回の裏ツーアウトから登場してね、見事なサヨナラホームランを打ってくれました。もう最後の最後に登場してね、大仕事を成し遂げてくれた、もう青木選手、もう劇的なサヨナラ劇でしたね。そして球史に残る一撃でした。ラスベレンゲオーケー。さあ、今日もですね、チームに時間となって勝利に向けてプレーします東京ヤクルトスワローズ選手たちに応援の言葉を届けてね、みんなで勝利を後押していきましょう。一つになって応援よろしくお願いします。内野スタンドの皆さん、こんにちは。いいですか。はい、今日も応援よろしくお願いします。レフトスタンドにいるスワローズファンの皆さんも声援を届けてください。そしてライトスタンド応援団の皆さん、いつもと同じご機嫌な応援のリードよろしくお願いします。さて、今日中日ドラゴンズを迎えてのゲームとなります。ドラゴンズファンの皆さんも早くからようこそ神宮球場へ。皆さん、こんにちは。早くからご来場ありがとうございます。共に気持ち人生を送って試合を盛り上げていきましょう。よろしくお願いいたします。そして今日ももちろんドラゴンズマスコットドアラ先生お越しくださっております。今日もよろしくお願いします。関東のドラゴンズファンもね、ドアラに会えるのを楽しみにしてましたから、応援に盛り上げてください。お願いします。さて、今年25年目とありましたけどもね、皆さんもご存知の通り、つば九郎ドアラは1994年デビュー、今年で25周年となりました。おめでとうございます。はい、今日はね、試合終了後イベントもありますけども、さあ、そんなつば九郎にですね、つば九郎もよく知っているあの選手からお祝いのコメントが届いていますので、スーパーカラービジョンチェック。読売ジャイアンツのマリオシラです。つば九郎さん、25周年おめでとうございます。僕はまだまだその半分にも行ってないので、なんとかそれぐらいまで元気ができたらと思います。また今後もよろしくお願いします。おめでとうございます。広島東洋カープの正野久義です。つば九郎さん、25周年おめでとうございます。いつも、見るたび癒されます。またよろしくお願いします。はい、両選手から、ね、コメントをいただきました。癒されているそうですね。はい、またあの試合中、イニング間にもですね、選手から届いたお祝いのメッセージをご紹介していきますので、つば九郎どうぞお楽しみに。そして今日はですね、試合終了後、つば九郎ドアラのスペシャルイベントも行われますのでね、そちらのチケットをお持ちの皆さん、どうぞお楽しみに。それではスターティングラインの発表の前に、つば九郎を一言いきましょうか。いいですか、つば九郎。はい、お願いします。 OK、 スーパーカラビジョンズーマップいきましょう。世の中には2種類のマスコットしかいない。2種類のマスコット、つば九郎かつば九郎以外か。これまともに受けていいんですかね、これ。はい、どうも、25周年のつば九郎です。今日も終わりの巨匠ドアラと一緒です。はい、共に1994年デビューで25周年です。おっと、素晴らしい、おめでとうございます。おや、今日は桜花賞 G1 です。馬に目がないつば九郎、語呂合わせ25周年25と1994年のデビューということで、1、2、4、5、9、15、はい、6頭ボックスでということで、プロ野球なのでね、はい、信じるか信じないかは言う次第ということで、はい、ぜひ参考にしてみてください。大谷ですか、大物ゲスト、まだ交渉続いています。おー、今日試合終了後に行われますドアラとつば九郎のイベント、スペシャルイベントの大物ゲスト交渉中ということで、はい、気になりますね。ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います。はい、どうしたんですか。あ、
ベンチでお願いしてますね。お待たせいたしました。両チームスターティングラインナップの発表です。ナイスピッチング。さて、スワローズマスコットつば九郎は今年誕生25周年を迎えます。そのつば九郎にお祝いのコメントが届いています。スーパーカラービジョンチェック横浜ニューベイスターズのすごい勝負です。つば九郎さん25周年本当におめでとうございます。これからも皆様から愛されるキャラクターで、頑張ってください。また会える日を楽しみにしています。ヘロンスワクロ25周年おめでとうございます。 I had a great time with you 7 years that I was with the Swallows. Thank you very much and I wish you all the best from now on. There is more Super Cool. これから頑張ってください。はい、おめでとうございます。はい、スパクロそうですね、大事ですね。はい、マクロへのお祝いのコメントでした。ぜひゲスターズに頑張ってもらいましょうね。この後もまだまだコメントをご紹介していきます。福田正則、39歳プロ18年目です。つば九郎さん、25周年本当におめでとうございます。25年ということは20歳で始めてもう45過ぎてると思うので、これからは体に気をつけてですね、お酒を控えめに、パトロール控えめに、これからも1年でもなく、神宮球場で、僕らを叱咤激励してください。25周年おめでとうございます。マクロさん25歳おめでとうございます。これからもですね、元気に、30歳、35歳と頑張ってください。飲みすぎ、食べすぎに注意、少しいつも楽しいつもやってください。ありがとうございました。はい、それでは妻子の一言お願いします。そして、まあ、石川投手が80番ご出身です。この後もまだまだお祝いのメッセージが届きますので、どうぞお楽しみに。マクロさん、25周年おめでとうございます。いつもふざけたことばっかやってるのに25年もできてとても勉強になります。いつかその知恵というものを教えていただきたく思っております。30周年、40周年、50周年と、生きてる限りつば九郎でいてください。ありがとうございました。坂口智隆です。今年35歳になります。プロでは、17年目ですかね。つば九郎が25周年ということで、自分のプロ野球のキャリアより長いというのを、単純に尊敬しています。これからもまだまだ可愛く偉大なつば九郎でいてください。はい、つば九郎一言お願いします。シュー君、シャトル、はい、チーズも早い復帰待ってます。あとスパクロー、三輪選手に返事をお願いしますね。お願いします。はい、ということで、スパクローへの25周年お祝いメッセージでした。スパクロー、ショーオフナスカー 25th anniversary Congratulations。さて、現在スーパークラビジョンにはつば九郎とドアナが映っておりますが、本日はつば九郎ドアナ25周年スペシャルイベントということで、さまざまな方からね、おめでとうのコメントをいただいておりますが、ここではつば九郎にスワローズクルー名誉会員のさだまさしさんからコメントが届いていますので、スーパークラビジョンをどうぞご覧ください。つば九郎25周年おめでとう。
本当にあなたのおかげで私たちは非常にいつも盛り上がります。これからもますます昭和なつば九郎でいてください。はい、さだまさしさんからメッセージにどうもありがとうございました。それではここで球場全体でハッピーバースデーの合唱をしたいと思いますけども、皆さんいいですか。ソロスファーの皆さん、ドラゴンズファーの皆さんも一緒にハッピーバースデーの合唱をお願いできますでしょうか。 OK。 それではスーパーカラービジョンに歌詞が出てきますので、応援団の皆さんもトランペットに続いて声を合わせてハッピーバースデーソングお願いします。その前にスペシャル映像、こちらをご覧ください。つば九郎ドアラ25周年おめでとうございます。それでは皆さんお願いします。つば九郎もドアラもね、新元号令和になってもますますの活躍期待しますよ。おめでとう。 One more time, big round of applause to the 25th anniversary Solo's mascot, つば九郎 and Dragon's mascot, ドアラ。I'm gonna make it. I'm 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 gonna make it.